はいじゃ確認テスト1行きたいと思いますじゃあ見てください演習1次の問いに答えよ括弧1環境抵抗による個体群の出生率や死亡率への影響を何というか答えよ、うん、個体群がどん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 成長していってつまり個体数が増えてくるとその集団の中では餌が不足したり生活空間が不足したりさらには環境が悪化したりっていうような 環境抵抗がだん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 出てくるんだよね。そうすると、それに伴って出生率は、死亡率はそれぞれどうなるか。ね、これは低下して、これは増加する。そういった影響のことを何ていうふうに言うかというと、はい、答えは超えます。ね、密度効果っていうふうに言いました。ただ、今回の問題、まあ、答え密度効果なんだけど、この密度効果は。集団に対する密度効果としては、もう一回言うけど、出生率が低下して死亡率が上がるってことでいいんだけど。 この密度効果は当然集団だけではなくて、1個体1個体にも影響があって、例えば殿様バッタだったら。えっと、群生層とか孤独層のような形が変わってくるっていうようなこともあってね。特にそういう風うな密度効果のことを総変異っていうふうに言いましたね。じゃ、あ次問題行きます。括弧2。植物の単位面積あたりの収穫量が個体群。密度にかかわらず、一定となる法則を何というか答えをうん。 だからこの場合は植物とは言ってるけど工業を思い出してほしいんだけど何だったかこれ稲だったよね。できるかと,いうと当然米ですでそのお米っていうのは例えば日本だったら当然田んぼにこうなってたりするわけだけどそこの,そのつまり田んぼの面積を一定にした時にどういうふうな個体群密度まあものすごくいっぱい生えているような場合、ま。あ 飛び飛びで生えている場合、まあ、そういう場合にどういうふうな状況でも実は収穫量が一定になってくる、まあ、それを言っているんだよね。じゃあその法則は何だったかっていうと答えははいこうです。ね、最終収量一定の法則。ただね言葉だけ覚えるんじゃあ足りないんだよね。この最終収量一定の法則っていうのはさっきの1番でも言ったけど実は総変異ね植物に見られる総変異に基づくものなんだよね。 これどういうことかっていうと個体群密度が非常に高くなってくるとその個体群い、まあ、ったら固体間での光とかあるいは土の中の栄養をい、まあ、ったら巡る争いなんかが生じるせいでどうしてもいったら身の方に行くエネルギー量が少なくなってしまうだから1個体あたりの身が少なくなってしまうというのが個体群密度が高い時のい、まあ、ったら特徴だった。 一方で個体群密度が低いとその争いがない分1個体あたりの実の量は多くなってくるってことがあるからそういった総方に基づいて最終終量一定の法則ってものがあったんだってことをね思い出すようにしてください。じゃあ次3番ね。蜂の幼虫が何を与えられると女で蜂は社会性昆虫ってものに入っていての。 昆虫の中でもすごく特別なまあどう特別かっていうと、まあ、基本的に昆虫っていうのはまあ集団のようなものもたまにはいるけどただその集団には別に分業があるってわけではないとだけど蜂とかアリの場合はさっきも言ったとおり社会性昆虫っていうふうに例え、まあ、そういう名前がついている理由っていうのはその集団の中にちゃんと分業がなされているんだよね。で特にその分業っていうのはここに示したような女王蜂だけじゃなくて働き蜂。 さらには、まあまあオスのね、生殖用のオスの蜂みたいなに、まに、あ、それぞれ何をやるのかっていうのが決められているんだけど特に今回聞いているのはこの女王鉢っていう風な役割を与えられるためには実はじゃあ君が女王鉢になってねっていう風に指名されるんではなくてあるものが与えられることによってそれが女王鉢になってきて、まあ、女王鉢という役割が与えられて分業が成立するっていうそういう風なイメージなんだよ。じゃあ何を与えられたかというと、はいうは ローヤルゼリーってものを与えられました。で、これが与えられなかったようなメスっていうのは。 漏れなく働き蜂ってことになるんだけど働き蜂はさっきも言った通りメスだからもしかしたら生殖器官が出てきて女王蜂のように振る舞ってしまうって可能性もあるよねでもそれを抑えるためにそこの巣の中の女王蜂は女王物質ってものを働きメスの働き蜂に与えることによって生殖機能が出ないようにと抑えてるってこともあったと思うんね。まね、あ、いずれにしても女王蜂になるためにはロイヤルゼリーが必要だった、ね、思い出すようにしてくださいじゃあ次4番 個体群間の競争によって一方の種が絶滅させられることとを何というか答えを、うん異なる種の個,、まあ、個体がね、まあ、対峙した時にその種同士の力っていうのに非常に大きな差があった場合っていうのは共存することなく一方が絶滅させられて1種類しか残らないっていうことが起きるとそういうふうなことを何て言うかというと実は競争っていうふうに言うんだよね。 だから、まあ、単純に競争と書いてあるんだけどでもその時に絶滅させられるのはそういうふうな現象なんというかっていうふうに言ってるから当然こうは競争ではなくてはいね競争的排除っていうふうに言います。でもう一回言うけどこの競争的排除が見られるのは2つの種類の力が圧倒的な差があった場合のみだからねもしもここにまあ均衡してるような状態っていうのは 一歩を絶滅させることななかなか難ししいでしょだからその場合っていうのはお互いが共存するために何らかの工夫をしてくるっていうふうに覚えておいてしょう例えば食い分けとか住み分けねでも今回の競争的排除は圧倒的な差がある場合だよってことでねあの理解するようにしてみてください。<music> はいじゃあ見てください。 次の文のうち正しいものには丸、間違っているものにはバをつけよう。ね、じゃあ丸1からいきます。孤独層のバッタは群生層のバッタに比べて脂肪の含有量が多い。うん、バッタっていうものは個体群密度の高さによって相変を起こし、それぞれ群生層、孤独層ってものが見られるよね。で特に個体群密度が高いときっていうのはこの中でも群生層になると。 で群生層っていうのは個体群密度の高い中でまあ生じるものだから当然周りにいっぱい個体がいるとどのように餌を確保していくのかっていうのが非常に重要になってくるんだよね。そうすると餌の確保のためにはとてつもない量だからねなるべく移動して餌のあるところまで自分自身をまあ輸送できる、まあ、移動できるものが生き残れるっていうふうなイメージなんだよ。そうするると群生層にななればなるほど その移動距離が長くなるようにっていうふうに実は変化してくるっていうふうに思い出してほしいのそうすると当然のことながら羽は長くなってくるし足はどうなるかというと軽量化のことを考えて短くなってくるっていうふうなことがあるわけじゃあ今回ちょっと争点になっている脂肪の含有量はじゃあ実はどうかっていうふうに言うと脂肪っていうのはまあ言ったら同じ重さあたり、まあ、質量あたりのカロリーが非常に高いっていうことがあるから例えば ある場所から餌のある非常に遠いところまで飛ぶにあたって必要なカロリーがまある程度あったときにそれを脂肪っていう高カロリーなもので体の中に蓄えるとより少ない重量でそこまでいけるつまり軽量化に繋がるってうことがあるのそうそうその内容を覚えてると群生層のものほど実は脂肪の含有量が多いってことがあるわけでもう一回文章を読んでみると孤独層のバッタは 群生素のバッタに比べて死亡の含有量が多い、ね、この脂肪自体はより遠くに移動するための軽量化の工夫としてあるわけだから、まあ、言ったらそんなに遠くに移動する必要ない孤独層に多い必要ないよねだから答えは「丸か「×」かで言うとはい×ってことになってきます難しいねじゃあ次2番ニワトリの群れは順位性を取り入れることで争いを軽減している。 鶏っていうのは餌を食べる順番あるいは交尾をする順番にちゃんと優劣関係があると、ね、そうするとそれは順位性だったかでもトップがいるんだったらもしかしたらリーダー性かもしれない、まあ、どっちだったっけなって思い出しても欲しいんだけど、まあ、答えとしてはこれははい。ね、丸っっててことでした、ね、鶏のの場合はその順位性によって トップから一番下までっていうのが決まっているんだけど、リーダー性との違いっていうのをぜひね、ちょっと思い出すようにしてほしいわけ。リーダー性っていうのは、みんなが認めるトップっていううなものが確実にいて、そのトップ、つまりリーダーというものが群れ全体を統制しているってことがあったの。ただ、鶏の場合のトップっていうのは、実は群れ全体を統制しているっていうんではなくて。 ただただ餌を食べる順番交尾を行う順番がトップにいるってだけで実は明確な統制はないんだよね。 だからあくまでも個体同士で対峙した時にそこに強い弱いっていう関係があってその中で誰と対峙しても強いよってものが基本的にトップにいるって感じだからまあリーダーっていうのとはまたちょっと違うんだよね。そこが順位性とリーダー性の違いみたいな感じだから特にニワトリではそのリーダー性順位性のうちどっちが見られるか順位性が見られるんだよってことをね思い出すようにしてください。じゃあ次3番あゆの縄張りは 大きくなるほどそこから得られる利益も大きくなる。うん。これね、一見合ってるような感じがするんだけど、確認するよ。アユの作る縄張りっていうのはそもそも何のためかって言ったら、餌を確保するためなんだよね。うん。だからサイズ縄張りとかって意味で言ったと思うの。だから今回のこの利益っていうのはサイズだから、まあ餌、餌となってくる物量なんだよね。 で実際にその縄張りが大きくなってくればまあ「量」っていう部分では確かに大きくなってくるから文章は合ってるんだけど、ね、だけどね「もは多く得られる物の量は多くなってくるんだけどアユが食べられる量っていうのは、まあ、限界があると思うんでね、まあ、もちろんそうだよね胃の大きさだってもちろん有限なわけだから。 だから大きくなればなるほど物量は得られるんだけどでも利益そのものが本当にそれに伴って上がるかっていったらもう一回言うけど食べられる量には限界があるから比例して大きくなるってことはなかなかなくて一定の大きさになったらそれ以上利益は上がらないみたいなそういうふうな特徴があったりするわけだから答えはこうです。ねバツね、これす、ね、すごくいいいい問題だなとううふにに思いますじゃあ次4番小判ザメとサメは総理強制によって 領主に利益が生じていると、うん、でこれ文章だけ見てみると2種類がいてその2種類の関係にお互いに利益が生じるよっていうふうな関係はこここにある通り総理強制と,いうことで合ってますただ小判ザメとサメに本当にそういうふうな関係があったかっていうふうに言われると小判ザメはサメに、まあ、いつもくっついてね、まあ、一緒にこう泳いでるみたいな感じなんだけど小判ザメはサメにくっつくことによって 他の外敵から守ってもらうってことでプラスとね、まあ利益を得てるとただサメはじゃあどうかって言ったらコバンザメから何かをもらってるってわけでもなければ、別にコバンザメから何か奪われてるってわけでもないんだよね。だから心情的にはくっついて邪魔だなってことはあるかもしれないけど、それによって何か。 死亡するる率が上が上ってくるとかもう一回言うけど栄養が取られるってこともないからサメはコバンザメとの関係っていうのはプラスマイナスゼロってことになるわけつまりコバンザメはプラスサメはプラスマイナスゼロなんでここは総理強制じゃなくて変理強制っていうふうなことになってくるから答えははいじゃあ演習三いきたいと思います。見てください 生存曲線にに関する以下の問いに答えようじゃあ早速ねこの生存曲線見てもらうと、まあ、こんな感じだけどね、まあ、生存曲線そもそも何だったかというとある特定の世代に注目した時にその世代を形式に観察していってどのようにその個体数が減少していくのかっていうものをグラフ化したものだったよね。でここにあるとおりその生存曲線は3つのタイプに分かれている。 だけどやっぱりグラフはしっかり縦軸横軸を見ていくってことが大事だからまずはそっちから見ていくよそうすると縦軸は生存個体数まあこれ相対値って書いてあるけど全ての3つのタイプの生存曲線は線から始まってるよねだからこの線っていうものは測定をした時のスタート時の個体数っていうものを相対値として線っていうふうに置いてると。で さらにこの3つのタイプのものは最終的に相対年齢横軸の相対年齢の100ってところに収束しているけどこの100っていうのはその特定の世代が全て死滅してしまう時間っていうものを100まあ年齢って書いてあるけど100っていうふうに置いてるとだから1000から始まってこの100のところで終わるねそれは全てに共通してるとじゃあこの3つのタイプ一個一個見ていくとこの ABC っていうふうな順番で見ていったきに A は かなり早い段階でほとんどが死滅してしまって百の方に向かっている。だからこれのこと総死型っていうふうに言いました。ちょっと B は飛び越えてじゃあ C からちょっと見ていくと C の場合っていうのは初期の頃の死亡っていうのは少ないんだけれども、まあ徐々に徐々にいってまあ最終的には百のところに到達する。だから死ぬのがかなり遅い段階だよねってことで C のタイプを晩死型っていうふうに言いました。で一方 B の場合っていうのは。 まあねそれ板子型でも相似型でもなくて、まあ、こういうふうなグラフが見られるから基本的に一定型っていうふうに言いましたじゃあそういうものをちょっとね念頭に置きながら問題見ていくよ。1次の生物に見られる生存曲線は図中の A から C のいずれのタイプであるかそれぞれ答えよう。うん、そうすると、まあ、早速ヒヒドドララなんだけどこののっていうものは基本的に 水性の無脊椎動物だからそれだけを考えたらまあ親の保護が全くないってことからも考えて A のタイプに入ってくるんだよね、うん、だけどヒドラの場合はその増殖の仕方、まあこれすごい特徴的で質がっていう方法で増えていくってことがあったから幼少期の非常に弱い時期に完全に保護のないような A のタイプではなくて。 実はそれよりももうちょっと中程度の保護がかかった時に見られるような実は生存曲線が見られるってことがあるんだよね。じゃあそれは何かっていうとはい。でじゃあ次のサケを見てみるとサケの場合はまあ川を上がっていってで実際大量の卵を産んだ後にサケってどうなっちゃうかっていうと実は死んでしまうってことがあるんだよね。 核保護を受けることなく、まあ、負荷をした。後も全く親の方を見ることもなく、そのまんままあ、捕食者に食べられながら、たまたま生き残ったものっていうのが、また次の産卵をすることができるみたいな感じだった。だから、初期の非常に弱い時っていうのの脂肪。死亡は死亡数は非常に多いってことから、鮭の場合はこの3つのタイプでいうとはいね。総氏型ってものに入ってきます。この a のタイプね。 じゃあ最後のアリなんだけどまあ残ってるものだからなんとなくって思うかもしれないけどアリの場合は社会性昆虫でまあ卵とか蛹とかっていうように非常に弱い時期は。 まあ他の働きアリたちに保護されてなんとか生き延びることができるまあ生き延びることができるどころかかなり高い確率で生き延びることができるってことがあるからねだから幼少期の死亡数は非常に少なくなってくるってことがあるんでねそうするとそういうふうな生存曲線はこの中でいうとどれかって言ったら、まあ、もう残りなんだけどはいこれ、ね、C のタイプ晩種型ってことになってきます。なるほどじゃあ最後の問題過去に 図中の B のタイプは各機関で何が一定になるか答えを、ね、さっきの解説の中で B は一定型だよって言ったんだけど何ららかかのものもが一定だから一定定だだ型なんだよねじゃあ何が一定かってことをちょっと見ていくと実はこの B のタイプこのね縦軸と横軸をよく見てもらうと例えばここの。 1,000個体のところから100個体になってくるよみたいなところにこうやって線を引いてあげてそこにさらに下にもこういうふうに線を引いてあげる。なるほどね、で100個体から10個体になるところでもこういうふうに線を引いてあげてここにもこういうふうに線を引いてあげる。うん、そうすると1,000から100あるいは100から10になる期間っていうのはここ等間隔だってことがなんとなくわかると思うんだよね。そうすると 同じ期間同じ期間で見たときにその個体の減少率っていうのを見てもらうと1,000から100ってことだからこの期間では900死んでるよね。ねで次100から10ってところで見てもらうとこの期間では90死んでるとそうするとこの期間では書いちゃおうかな900死んでいてこの期間では90死んでいて。 死んだ個体数は当然違うんだけれどもだけど生きていた個体に対する死んだ個体の占める割合ねそれはここでは90%ってことになってくるし100に対して90って場合もこの期間は90%ってなってくる。でもう一回言うと生きていた個体の中で死ぬ個体の占める割合のことを実はんていうかはい死亡率っていうふうに言います。 常に常に死亡率が一定だよってことからこの B のタイプを一定型っていう,ふうに言うとだから今回の問題もう一回読んでみると各期間で何が一定になるか死亡率が一定になるっていうふうに答えるようにしてみてください。